はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長、増田祐介です。メンタルクリニック TV へようこそ。今日はですね、身近な人を、失ってしまったご家族に向けてですね、動画を撮ろうかなと思います。悲嘆反応というかですね、亡くなった時にどういうことが起きるのか、そしてどういう回復の経過をたどるのか、そしてなかなかね、立ち直れない場合どういう解決策があるのかについてですね、解説してみようかなと思います。一般的にはですね、グリーフケアって言ったりするんですね。はい、グリーフケアっていうんですけれども、それについてですね、ちょっと解説してみようかなと思います。で、ですね、身近な人を失った時の、心の変化、体調の変化をですね、悲嘆反応っていう言い方をするんですね。で、具体的にはどういうことが起きるのかっていうとですね、どうしてなぜなんだっていう疑問で頭がいっぱいになったりとか、〇〇が悪いんだとかですね、犯人探しを始めたり、今度は逆にですね、自分が悪かったんだと、いや、あんなことを自分がしてしまったからあの人をね、失ってしまったんだっていう思いに駆られたりとかですね、死ぬことがね、救いだったんじゃないかな、仕方がないことだったんだなって自分をね、妙に納得させたりとか、逆にですね、死ぬなんて裏切りだと、許せないっていう怒りが湧いたりですね、なんか現実が現実じゃないような感じ、なんか自分が今いる場所がなんか今までの場所と違うような離人感とか、あと対人関係の困難さ、なんか人付き合いがうまくできなくなったりとかですね、抑うつ気分落ち込んだり、食欲低下がしたり、眠ることが睡眠困難だって思考停止したり、焦燥感があって不安があったりとか、そういうのを悲嘆反応って言ったりします。で、こういうのをですね、どれぐらいの期間こう起きるのかっていうことなんですけれども、まずショック期って呼ばれるのがあるんですね。最初は混乱で、もう衝撃を受けて混乱でいっぱいで、で次は喪失期といってですね、この悲しみにこう打ちひしがれるんですね。ですごい落ち込んでいって、次にですね、閉じこもり期っていう、この時間結構長いと言われてるんですよ。だからすごくこう悲しみの後にですね、自分の生活とか自分の価値観が崩れ去ってしまって、でこういう時にですね、もう人となんか頑張れないというか、モチベーションが上がらないというかですね、そういう時期になり、二次被害、誹謗中傷を受けたりとか、なんか相手の、ちょっとした言動がすごく気になって傷ついたりとかですね、であとは元々の問題が悪化したりとかするんですね。家族で借金の問題があった場合はそれが悪化したりとか、そういう時期があります。でそれらを過ぎた後に最盛期といって良くなる時期が来るんですけれども、結構ですね、ここ1から4番までですね、数年かかるたりするケースも多かったりするんですね。でなかなか立ち直れない人も、結構いるということです。でですね、大人の場合はこういう悲嘆反応を取るんですけど、子どもの場合はですね、言語化が困難なんですね。自分の気持ちとかを言葉に表すことはできないし、自分が何を感じているのか、どういうことがショックなのか、どういうことに悲しんでいるのかっていうのを気づかないんですよね。だからそういう思いがですね、無意識化に抑圧されてしまうので、行動で現れることが多いです。例えばなんか同じ遊びを何度もしちゃうとか、脅迫的な遊び、儀式のようなことをしたりとかですね、あとは変なね、お葬式ごっことかね、したりとか、しますね。次のとこになります、下の方になりますけど、死んだ人の真似をしたりふざけたりとかですね、あとは攻撃的な遊びをするんですね。物を壊したりとか、壊すような遊びをしたりとか、砂場で石わざとね、なんか物を壊すとか、石を投げるとか、あとは友達をいじめるとか、そういうことをしたりします。あとは、赤ちゃん帰りみたいなのも起きたりするんですよね。おねしょをしちゃうとか、あとは学校面で成績悪くなるとかですね、不登校、成績悪化、してしまうとか、あと大人とか専門家に対して抵抗拒否するようになったりしますね。思春期の子とかは特にそうで、なんかすごくこう大人の社会とかをすごくこう信じられなくなって、なんていうのかな、やります。だから不良仲間でつるんだりしてね、なんか妙に同世代の人にくっついたりとか、あとはなんかね、変な大人に騙されてね、すごく性的に搾取されちゃうとか、あるのかなと思いますね。変にね、だから次に移るんですけど、うつ病とか PTSD とか不安障害とかアルコール依存とかに発展することがあるんですね。
だから大人でもそうあるので、子供の場合もそういうアルコールに依存しちゃうとか、エッチなことに依存しちゃうとか、ギャンブルに依存しちゃうとか、ドラッグに依存しちゃうみたいなことに なることは多いです。大人もそうですね。で、そういう場合はですね、まあ、精神科へ相談してもらうっていうのがまず一つなんですね。だからもう一つはですね、あとはご遺族の会っていうのがあるんですよ。で、いくつかありますので、そういうところをですね、まあ、ネットで検索すればたくさん出てきますので、相談してもらうのはいいんじゃないかなと思います。で、これらのですね、まあ、ことっていうのはグリーフケアっていうんですけれども、それらってはですね、恥ずかしくないんですね。大事な作業なので、まあ、悩みをですね、抱え込まずにですね、いろんな人とシェアしながらですね、心の傷を癒していけたらいいんじゃないかなと思います。はい、では以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタン、およびチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。